アーチャー、なぜここに？いやーな、町でこいつの姿を見かけたんで、誘うだけ誘っておいたのさ。遅かったではないか、金ピカ。まあ、世と違って価値なのだから無理もないか。よもやこんな鬱陶しい場所を王の宴に選ぶとは。俺にわざわざ足を運ばせた非礼をどう詫びる？始めましょう。おお、騎士王ではないか。このセラフでもその異様は変わらぬか。ますます世の軍勢に加えたくなったわ。またその話ですか。少なくとも今は同じマスターに仕える身。そのような発言自体不謹慎かと。頑固さも相変わらずよな。いや、しかしその言葉にも一理ある。ん、今のは聞かぬことにせよ。そうであってほしい。私とて貴公と対立したいわけではない。その戦車は頼もしいですからね。それは戦場の花だ。この制服王も助太刀するぞ。制服王、感謝します。どうした小娘、腹ペコで力が出ぬか。制服王、否定はできません。おお、セイバーではないか。赤くはない、俺好みの青いセイバーよ。さあ、俺の胸に飛び込んでくるがいい。マスター、宝具使用の許可を。この満身王を今すぐ月の裏側に叩き返さなければ必ずあなたは後悔します。さあ、許可をすぐに。何だよ。うん、これぞ共同作業よな。助ける気が失せるので、くれぐれも言動は慎んでください。何言わずともよい。俺の助けが欲しいのだろう。いえ、全く。猛言もほどほどにしてください。移動する野営地、とても便利です。英雄王の王の財宝、制服王の王の軍勢、シャルル・マーニュ殿のこの野営地がセットになれば完璧でしょう。そしてそれを容赦なくぶった切る私の政権、誰が最強なのか理解していただけましたか。王の前だ、勇姿を示すがいい。ほほう、なかなかの面構えよ。マスターとしての覚悟はできているようだな。ならば話は早い。世と共に戦場をかけ、蹂躙を補佐せよ。簡単なことであろう。また会ったな、騎士王よ。世の軍勢に加わる決心はついたか。無視。それはお断りします。政府王、あなたはここで倒す。先生、ナウツガイに付け出します。おお、騎士王、さすがの切れ味よ。これなんすわい。何をしている政府王、隙だらけです。は、油断などしておらぬわ。お主の介入も計算に入れた上でのことよ。この部屋はちょっと狭いな。天井も低い。しばらくは我慢するしかないか。随分と暑苦しいのを連れているな、雑種。その男は自分の欲望をもとに走る猛牛だ。振り落とされぬように気をつけることだな。確かに征服をたる世の蹂躙を乗りこなすのは並のことではないが、よりによってお主に言われると少しばかり腹が立つな、英雄王。なんだその様、征服王が聞いて呆れるぞ。めんどくさいのに救われちまったわい。そのような雑誌に何を手こずっている。一瞬で吹き飛ばせ、征服王。やはり貴様と組めば世界を制するのも夢ではないな。王に歯向かう不敬者がここまで多いとはな。ここで会うとは運命よな。そうは思わんか。そうだ。また勝手に出てきたんですね。ああ、ムーンセルは何をしているのか。まさか英雄王をそばに置くとは。正気ですか、マスター。セイバー、俺に構ってもらえず拗ねているのか。
ういやつよな。よい、存分に構ってやろう。お気遣いなく。それから私はマスターに忠告しているだけです。いいですかマスター。彼はですね。待てセイバー、誰がその不愉快なエピソードを話していいと言った。えい、やめるか。あなたのためではありません。マスターのためです。照れるな照れるな。許す。この俺を助けるがいい。あなたのチャンス。爪が甘いですよギルガメッシュ。俺の勇姿を間近で見たいと素直に言えばいいものを。良いところで出会うではないか。いざ行くぞ英雄。喜べ褒美だ。愛も変わらず血気盛んなやつよ。構わん、全力で向かってくるがいい。これはまた厄介な男を引き連れているではないか。今回のマスターは随分と器が大きいと見た。たわけ、俺を引き連れているのではない、俺がこれを引き連れているのだ。なんだ、要するにいつものわがままということか。気苦労が絶えんの。えい、煩わしい。行くぞ雑種、今は酒盛りという気分ではない。巻き込まれる前にさっさと立ち去るが吉だ。どうした、隙だらけではないか。また慢心しておったのか貴様。悪くない援護だったぞ征服王。もう援護、これが征服王たるイスカンダルの重任だ。俺の火力だけで十分だったがな。感謝はせぬぞ。